こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、外観萌えが甚だしいお店に来てみようのコーナーでございまして、私やっぱり外観、お店の外観にとにかく燃えちゃうタイプでございまして、先日もアミヤさんというそばうどんのお店に行ったりとかしてきたわけでございますが、今回も小平うどんさんという、こちら結構リクエストがありまして気になってたんですけども、とうとう来ましたよという感じで、お店に来るのは初めてでメニューのことも分かってないんですけども、とにかく外観、看板がでかくてドンと小平うどんという潔のいい看板に惹かれてしまいましてやってまいりました。メニュー的には一番人気がやっぱり肉汁うどんですね。こう見ていきますと300g、一番下で 300g なんだ。1キロまであるの。肉増しうどん、だってレギュラーが400で、どういう店なの。あ、そうで、カレーうどんも同じく1キロまであったりですとか、ごま味噌担々麺は800までなんだ。そこ800なんだ。で、塩あんかけつけうどんも800までなんだ。あ、そう。そんなわけで入店しまして、店内は和の雰囲気の素敵な空間でございました。おすすめで肉巻きおにぎりのメニューなんかもあったんですけれども、右手を見ますと天ぷら3種盛り、ちくわ、玉ねぎ、お餅、これはとりあえず注文だね。そして肝心のうどんなんですけれども、今回は肉汁うどんの肉増しうどんで、レギュラーの 400g のやつを注文してみることにしました。初めてなんでね、様子見のためにレギュラーにします。そして卓上を見ていきますと、調味料各種ある感じなんです。ごまとか嬉しいよね、かけ放題だったりするのがいいんですけれども、この中でも感動したのは天かすのせ放題だよね。これは嬉しいですし、各テーブルにティッシュが備え付けられてる感じ、これって優しいよね。果たしてやってきたおうどんはこちらでございまして、いやさ、小平っていうのはまあもちろん地名なんでしょうけれども、小さいとか平らとかさ、そういうイメージを与えるようなワードの後にうどんっていう言葉だから、おとなしいうどんなのかなと思いきや、暴れ倒してくれてます。まずこのネギと豚肉たっぷりの肉汁なんですけども、ナイス朝黒さといったビジュアルでございまして、湯気を通していい香りがこちらに漂ってきております。そして麺ですよ、何この極太のねじれまくった頑固者丸出しの麺、すごいド迫力なんですけど、ものすごく強そうな麺、いやこれ豪麺ですよ。昔カップヌードルみたいな感じで、日清の豪麺っていうカップ麺があって、それの CM をアンディ・フグさんがやってて、豪麺ください、豪麺くださいって言ってたの思い出すくらいの豪麺です。とはいえ最初はね、麺じゃなくてこの美味しそうな肉汁のね、お出汁から飲んでいきたいなと思ったんですけれども、器がめちゃ熱なので、レンゲもあるわけじゃないから、本当に手で器を持ってクピクピいくしかないんですけども、なんとかこう持てばなるかな、なんかフレミングの左手の法則みたいな感じになってた、まあ、それはいいや、それはいいとして、うまっ。こちらですね、カツオ、サバ、ソーダ節などの節を混ぜ、さらに粗削りした節を長時間煮出したものだそうでございまして、凝縮された旨味、甘みの中で醤油が立った味わいっていうんですかね。で、この麺もね、立ちそうなくらい強情っぱりなイメージのあるわっしわし麺、これだけ見るとなんか二郎インスパイアの麺なのって思わせるようなビジュアルなんですけれども、まずはね、麺だけで食べてみたんですよ。そしたらさ、噛めば噛むほどなんか甘さが出てくるような麺っていうんですかね、麺だけでも美味しさを味わえるような麺でございまして、食べる前はあるかなと思っていた粉っぽさがない麺でした。そうしましたら、いよいよ肉汁にしっかりつけていきまして、ネギ、お肉と一緒に持ち上げて食べてみたんですけれども、やっぱりこれ何でしょう、このまさに一筋縄ではいかない感じ、何でしょう、わしわし噛みながら食べる感じで、もうツルツルすする感じではないの、そういう麺じゃない、ずっしりもっちりとした食感から、もうこの味わいから、本当にもう同じうどんっていう呼び方で合ってんのって思っちゃうくらいの、え、米倉涼子さんって本当に僕と同じ45歳の人間なのみたいな、同じってことで大丈夫なんですかみたいな、そんな印象のうどん。そして
天ぷらもやってきましたので食べていきましょうというわけで、ちくわは2個ありましたね。なので1個はお塩につけまして食べていきますと、このサクッとした音ももう美味しいですし、噛んだ断面から出てきます湯気、この見た目も美味しいで、味も美味しいし3回美味しいので、もう1個は肉汁の中に沈めてみるみたいな、でさ、お肉とうどんで抱きかかえちゃって一緒に食べちゃうみたいな、お肉とうどんがさ、パラグライダーのインストラクターみたいな、インストラクター食いしちゃうみたいなことしようと思ったら、やっぱりうどんがすごく強情な感じ、ちょっと硬いですね、もっとこっちに身を委ねてくださいみたいにインストラクターさんから言われちゃうような強情さがそこにありまして、ただやっぱり口の中に入ってきますとうまさがずっしりくるのよ。そんで玉ねぎの天ぷらも串に刺さって2個ある感じなんですね。なので1個はさっきと同じように塩で食べて、あーうまいね。やっぱ玉ねぎの天ぷらって結局なんですよね、オニオンリングも結局くら寿司に行ったら注文しちゃうもんねみたいなことを考えながら、もう1個は肉汁の中に入れてみたんですけれども、さっきと同じようにうどんとかお肉で一緒に食べるっていうのをしようと思ったら、なんかね、玉ねぎに関しては肉汁の中ですごくねほぐれ溶けていくみたいな感じになっちゃって、 こんな感じで食べる感じになっちゃってごめんなさい。そんでさ、玉ねぎはさ、肉汁の中に入ってその環境に対してすごく従順な態度をとっていたのに、うどんに関しては相変わらず強情っぱり、もうなんかブリンブリン素直に口の中に入ってきてくんないといった感じで、肉汁も飛び散らかす感じなので、一応ね膝の上にはちゃんと皆さんもなんか敷いておいた方がいいかもしれない。僕も一応ねこの手も拭けるし眼鏡も拭けるみたいなハンドタオル持ち歩いてるからさ、一応使ってるんですけども、よく考えたら手と眼鏡を同じタオルであんま拭きたくないっていう問題も出ております。そんで今回ね一番びっくりしたのがこのお餅の天ぷらね。そもそも僕ねお餅の天ぷらが大好きでございまして、これも上品な色の衣でサクッとした中から出てくるもちもち感、もちろんお餅だからもちもち感なんですけども、それが美味しくてさって思ったんですけれども、さっきからずっとこの極太のうどんによってこめかみが疲れ切ってる中で、このお餅でもう一回もちもちの感じで、こめかみ疲労に関してはもう尋常じゃないことになってるんですけども、でも美味しいから止めらんないわけですよ。で残りのお餅も肉汁の中に入れまして、おうどんお肉と一緒に食べていきますと、この食感のしっかりしたお餅と食感のしっかりしたうどん、そしてなんならお肉もそんな柔らかとろけ系のお肉でもないから、もうこめかみ祭り、こめかみ祭り、響きだけで言うとポムポムプリンとかと近いものもあるかもしれませんけれども、そんなに柔らかいもんじゃないから、ずっとこめかみに負荷かかってるな、いつもよりも、いやでもうまいんだよなっていうのを感じながら食べ続けていきまして、結局のところごまのアレンジなんかでね、こめかみが励まされたりしながら食べきりまして、ごちそうさまでした。というわけで食べてまいりまして、いや今もうこの辺めちゃめちゃ疲れてるね、もうこの辺の筋トレ思いっきりした後みたいな感じでございまして、ここを鍛えたい人にはもうすごくいいメニューなのかなと思わせるくらい、ただここ鍛えたところで今後何に使うっていうこともあるんですけれども、まあ疲れたけども美味しかった。で人気店っていうのがすごくうなずけます。お出汁はもちろん美味しい中で麺も美味しいと、で独特で忘れられない感じの麺の味わいが、あまた小平うどん行きたいなって思わせる要因なのかなと思わせるようなお店でございましたっていうのはいいんだ、それはいいんだ、それはいいとして、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、アジテイトクさんからのコメントで、ハイジーさんってテルテル坊主だったんですね、なんでどこ見てそう思った、キュッとちょっとここ上まで止めちゃってるからテルテル坊主っぽくなってて見えたのかな、ただこのアジテイトクさんがコメントしてくれた動画の中でも雨降ってましたよ、全然効果ないじゃん。レイさんからのコメントで、問題、アリが10匹います、思い浮かぶ言葉は何でしょう、ヒント〇〇〇〇〇〇、5文字の言葉ということで、アリが10匹、まさかありがとうというこの、すごい恥ずかしいダジャレみたいなことを僕に言わせようとしてるのでしょうか、でもありがとうしかないよね。で答え、少し、いや何これ
少し そうだね。そしてその報告別に大丈夫なんですけどのコーナーでございまして、水谷文明さんからのコメントで、寒いから昨日からプーマのジャージを着ています。これ何の報告なの。まあ寒いからさ、僕も寝るときね、そうやってちょっといつもより厚着するようになったんですけども、その報告別に大丈夫ですし、プーマってその限定的なメーカーをわざわざ言う必要も特にないと思います。ジャージ着て寝てますでもいいよ。なんならプーマってやつ。とはいえ僕もね、ここ最近はさ、娘が補助輪なしの自転車も練習したいっていうことになってきたので、僕もマラソンしたいし、ちょうどいいやってことで、娘とね、夕方になると出かけて、娘は自転車、僕はランニングっていう形で、ずーっとね、1時間半くらい走ってんです。走って帰ってくるっていうのをやってるんです。ナイキのジャージで、花さんからのコメントで、ハイジー、髪切って素敵。消しゴムみたい。なんで？素敵じゃないじゃん。消しゴムみたいな髪型ってどういうこと？消しゴムって大体カクカクですけども、そんなカクカクしてます？いやこれね、妻とね娘がね、前回僕相模原のバディヘアさんで切ってもらいまして、すごくいいっていうからまた行かしてもらったんです。こちらのすごくいいお店なので、まあ、チェックしていただけたらありがたいかなっていう感じもするんですけれども、確かに僕もね、あの切ってもらってからセットしてないっていうのもあるからさ、その落ち度もあるんですけども、消しゴムではないよ。まあ、とにかくいい美容室さんなので、あのもしね僕のチャンネルを見て行くようなことがありましたら、お店に行ってさ、あのハイジーさんの動画を見てきたものなんですけどっていうのをね、店長さんにお伝えください。そうしましたら、そうですかって言われますから。